さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います、はい、というわけで本日のゲストはこの方々です。はい、どうも、さらば青春の光です。森田です。吉袋です。はい、お願いします。お願いします。なんすか今、はい、今なんか剛さんが急に本番始まる直前に森田君が、はい、モルックっていうスポーツ、はい、なんでや、はい、ずっとやってんねんの。それは今すごいなってますか。フィンランド発祥の、フィンランド発祥の、別にやっててもええわけやんか、キレキを倒すスポーツ、はい、で今週も大阪で日本大会に行きますって言ったら急にツボに入り出して、うん、なんでやってんのやろ、なんでやってんのそれって趣味、趣味ですよ。趣味かいな。いやそうですよ。そ、はい、あ、なるほど。これなんか世界大会、世界大会にこの間いやめっちゃ笑ってる。フランスまで、フランスまで。はいはい、ね、ジュネーブで、スイスのね、ジュネーブ空港で降りて車で2時間ぐらいでフランスで、はい、実費で言ってるんですよね。実費で全部、はい、日本代表ですか。日本代表です。日本代表やから、なんか知らんけど、ね、でも日本代表って費用出ないの、そのモルック協会から。はい、あの日本代表の条件は、うん、あの旅費がある人なんで誰でもなれるっていう、はい、誰でも誰でもなれます。だからあの明日日本代表になれますよ、奥田方も旅費払えたら、旅費払えたら、はい、これをね、はい、あの森田君どっかのラジオで喋ってたんですけど、うん、はいはいはい、ラジオやから余計分からへんねん。何のスポーツだよ、ね、はいはい、そう、モルックのことをラジオで喋ってくれって言われて説明めっちゃ難かったんですよね。難しいのに分かれないですよ、はい、いやいや、まあまあそういうもんですから、もうそれは気楽に誰でもできるっていうような。誰でもだって趣味なんですか、だってお二方あります趣味。いや猫です。猫でしょ、じゃあなんで猫飼ってるんって言われてるのと一緒ですか。でも猫飼ってるのは猫が浮かぶやん、うん、ちゃんと、はい、モルクわけわからないですよね。モルクわけわからない。いやいやいや、どんだけ説明聞いてもわからない。ノーノのモルクが浮かべたらいいじゃないですかね。別にそれはどういうもんなんかなとか浮かべたらいいじゃないですか。そのラジオ聞いてたら、よっぽどその司会の人がわからんかったやろな、うん、なんかモルクって、うん、なんか言うたら何々みたいなもんですからって最後もう終わりですわ、それってことで。ボーリングみたいなもんですよね。まあまあまあ、スポーツをスポーツだもんね、はい、俺もあんま顔言わせず、あれまあ似たようなもんです。何回かそのね、うん、映像見たことあるけど、モルックの、はい、あれ楽しいね。楽しいです。ごめん。何をしてるんですか。いや、あれはやらないと楽しさは分かんないかもしれないですけど、楽しいからやってるんです。だって今週日本大会大阪まで行くんですよ僕。いやもうフランス行ったよ話弱いぞ。まあでもいいです、楽しいは楽しいですけど、はい、うんうん、ハマるほどではない。いやいや、別にな、外でやるボーリングって。いや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 、何すか外でやるボーリングって。いや言ってたけど、お得っすよ。いや言ってないよ、言ってないよ、言ってないっすよ、本当に。やめてください、楽しいもんですから。そうなんや。うん、そりゃそうでしょ。それみんなそうでしょ。だって、それはこっちからしたらラグビーとかもそうじゃないですか。だって。ラグビーはでも、ルールも分かりにくいし、とかでしょ、まあ、だって。まあ、分かりにくいけど。で、それを言われてるようなもんですよ。楽しいのって言われてるようなもんで。一緒ですから、モルックも。はい、歴史が違うんや、うん。ラグビーはやっぱり、うん、昔から、はいはいはい。モルックの歴史って。モルックは、1996年。あっさ平成やな。平成や。こっちで言うたら。いやいやいや、なんで、デビュー何年っすか、デビュー。いや、浅いな。デビュー。なんか、ハグさんデビューよりは早いっしょ、多分。あ、でも、同じぐらいか。同じぐらいやわ。大きくない。ゴルフ後輩やぞ。え、あの木後輩っすか。浅いんですよ、モルックは。歴史が。なんかそこでもう日本代表にも。日本代表にもなれる。誰でもなれるんで、本当に。いや、すごいよ、ほんまにね。よろしくお願いします。もうサラはもう松竹を独立して。はいはいはい。もう何年ぐらい、もう10年ぐらい。もう10年、そうですね。やってんの、会社立ち上げて、今日で本当9期目が終わったっていう。はい、来年からもう10期、こっから10期目ですね。社長でやってんの。社長、僕が社長です。はい。っていうことは、うん、今日のラジオももう、うん、ちゃんとやってるわけや、お金のあれは。あ、まあそうです。あの、マネージャーが一人いるんでね。はい。マネージャーが、うん、あの、やり取りして、やってます。はい。今日マネージャーさんは来てない。マネージャーは来てないですね。今日あの、うん、本当に9月30日で、うん、決算で、うん、あの、もう、いいじゃん。マジでどの現場も行かれへんって言ってました。リアルやなぁ。3人でやってますから、はい。もう3人でやってるんで。ほんまに3人でやってる。そう、そんで、ほんまにお金回りはもう全部マネージャーがやってるんで、もう今日一番忙しいと思います。はい。
事務所で猫に囲まれながら多分書類をわーってやってる。事務所で飼ってる、ね、事務所で猫2匹飼ってる、うん、はい、そうなんです。そうね、袋は何も役員でもなんでも、うん、僕一応副社長です。あ、はい、おそう、はい、一応与えてるんですよ、はい、はい、社長副社長でマネージャーが平社員っていう、はい、はい、相撲で決まったんですよ。そうなもんな、はい、大体会社って大体相撲で決めると思うんですよ。そんなことしか言う。社長か副社長は、はい、で、あ、ほんならもうその、はい、お金の流れとかは社長副社長やから一応分かってんや、うん、僕はほぼ知らないですけど、ね、こいつは分かってないと思う。あ、そうなん、僕とマネージャーで、あの、全部やってます。給料とかも全部決めて、うわ、はい、僕はあの、うん、決まったことをただ知らされるっていうだけです。だから来月から給料変わるんですよ、うんうん、まあ、いや、それまだ分からんから、そのなんで分からん、話し合いしてるから。いや、その辺も全然知らないですよ。だいたい1年に1回給料変わっていくんで、ね、3人一緒なんで、うんうん、で、振り込まれてから、あ、こんだけ増えたんやっていうの毎年分かるんですよ、はい、そう、言ってくれないですよ、全部。はい、なんで言うてあげへんの、はい、で、言っても別に一緒っすもん、別に。だって給料3等分でやってて、別に。3人で。3人で、マネージャーも僕も僕らも全員同じ給料でやってるんで。で、こいつは別にそんな、うん、なんていうんですか、うん、もうゴルフやってるだけなんで、普段は。いや、仕事もしとるわ。本当に。あの、やっぱ、そこだけ、なんか副社長みたいな動きしてるんですよ。世の副社長が一番ゴルフしてると思うと。ほんまやな。大体もう、あの、うん、テレビのスタッフさんとの打ち合わせはもうゴルフ場でってなってる。ああ、でも、ちゃんとそういう面ではね、うん、ちゃんとやってんねや。氷も深めながらっていう。まあ、外回りやね。まあ、そう、外回り。ほんで、あと、まあ、やっぱね、スキャンダルもあるから、別にこんなやつを交えて、やる必要もないなっていう。はい、スキャンダル。今、はい、今は落ち着いてんの、はい、今はそうですね。まだ世に出てるやつはないと思うんですけど。世には出てない。ただ、週刊誌は10個ぐらい持ってるらしい。まあ、噂ですよ、そんな。電話かかってきましたから、わざわざ。怖い。週刊誌から。あと10個ぐらいありますけど。あ、そう。そうそうそう。だからまあ、それに怯えてるっていう。まあでも週刊誌がもう出す勇気がないので、その10個をね。はい。こっちのもんですよ、もう。なんでこんな強気なんかわかんないっしょ。はい、意味わかんないっすよ。それがいい。この強気が。なんとかやってます、本当に。でも10個もあったらドキドキしようないよね。まあそうなんですよ。だから一応ヒアリングはしたんですよ。うん、10個あるって言われてるけど、はいはい、やばいやつあんのかって聞いたら、うん、わからんって言ってましたよ。わからん。どれがやばいかどうか。わからんが一番怖いからって。はい、それは全部女性、やっぱり女性関係なんでしょうけどね。なんだ、はい、もう、はい、我慢できへんの。我慢できない。もうそうさ、あの、昼から言う話ではないんですけど。よく言ってそう。はい、いや、でもそれはさ、男としては、いや、独身でしょ。独身です、はい。いや、別に、別にええと思うの。いや、でももう、うん、でもやっぱり、うん、性欲はもうほぼタイガー・ウッズなんだ。いや、ゴルフして、その性欲もみたいな話はもう。ほぼタイガー・ウッズなんだ。ゴルフもやって。っていうことなんでね、本当になんとか10年やってこれてます、うん、今本当にすごいね。いやだから、はい、そうなんです。だからこんなやつを交えて、うん、給料決めようっていうのもおかしな話じゃないですか。まあね、はい、だから一応だから個人事務所の給料って、うん、来年1年の給料を決めるんで、うん、会社めっちゃむずいです。役員は出たら売上が来年どうなるかわからんやつを今から決めるっていうやつやから、だからまあ袋に一応ヒアリング、お前また仕事変のかこれとか、うんうん、その、うん、袋がようやくちょっとずつこう、うん、仕事が増えてきたから給料も上げれるかもなっていう賛同分なんで、うん、そうだからその分はちょっと上げれるかなみたいな話を今、あのマネージャーとやってるんですよ。詰めてんね、詰めてます。はい、面白いなぁ。いやいや、まあまあ。でも最初立ち上げた時はマネージャーもおらんかったわけでしょ。最初はいなかったですね。とりあえず2人だけで。2人と、あとは番組で立ち上げたんで、番組のプロデューサーさんが、ちょっと窓口、あの、ビビルの、大内さん。うん、元相方さん、ね。大木さんの元相方さんが、プロデューサーになってたんで、テレビ業界入って。そうなんや。はい、その番組やったんで、うんうん、大木さんが最初ずっと、あ、窓口で。窓口で、電話とか、ね、取ってくれたりとかしてました。森田自身が交渉とかもしたら、はい、ありました、ありました。それは。どうすんの、この前に。いや、だから、本当に個人事務所の、その、ギャラ交渉ってむずくて、うん、まず営業がまあ、営業の依頼が来るとするじゃないですか。はい、じゃあ、おいくらで来てくれますかみたいなことを言われるんですよ。うんうん、で、こっちはその額は言いたくないです。とりあえず極力。なんとなく。なんとなくですよ。うん、その、で、ちなみにですけども、うん、予算はおいくらなんですかって向こうに聞くんですよ。うんうんうん、で、いや、ちなみに、おいくらで来てくれますかみたいな。いや、まあ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 、あれなんですけども、まあいろいろあるんですけども、ちなみに予算は、
おいくらなんですかみたいなんで、平行線なんです、ずーっと。はい。で、もう痺れ切らして、こっちが何万ですって言うと、あ、そんなにお高いんですね、みたいな感じで、じゃあ大丈夫です、みたいなんで逃げていくところ、いやいや、ちょっと待ってください、そういうことじゃなくて、みたいなの繰り返しです。はい。なかなかどっちも言わないっていう額を。あ、そう、はい、みたいなのはありますよね。はい。手の内を見せへんねん。手の内全然見せないですね、お互いが。難しいねんな。向こうは極力安くで済ましたいし、まあ、こっちは極力高くで行きたいから、ね、っていうので、ずっと平行線みたいな。それを今はマネージャーがやってるわけですね。今全部マネージャーがやってますね。あとはもう学祭からの連絡が、実行委員がしてくるんで、うん、大学の。そうか。一回ね、その、大阪の大学で、うん、僕らがもう東京に住んでた時に、うん、学祭来ていただけないですか、めちゃくちゃ好きですっつって、うんうん、でまあギャラが1万円しか出せないんですけど、うん、来てもらえますか、うん、って来て、でまあ学生やし、まあいろいろわからんやろうなと思って、うん、いや僕ら今もう東京に住んでるんで申し訳ないですみたいな、うん、交通費だけで5万ぐらい2人で行っちゃうんで、うん、みたいなって言ったら、それは重々承知なんですけども、うん、なんとか1万円で来てもらえませんか。いや、頭悪いの大学生って。そういうのね、勉強しないからな、あんまりな。どういう計算で、それ言うてきてんのみたいな。承知の上で、はい、そう、重々承知の上で、とか。なんとか気持ちで来てくれるんだけど。いや、無理やろ。まあ、厳しい話な。いや、厳しい。さすがにね、だって、4万の赤字やから、それは。もう。でも逆にすごい、仕事の依頼来たとかってない？あー、でも、まあ、最近はやっぱ広告、うん、CM とまではいかないですけど、はい、広告案件とかは来たりしますね。そういうちょっと、ウェブ系のとか。だ、 だから、はい、うん。あ、間を抜くとかはないねもんな。まあ、全然ないですね。あ、まあ、代理店が入ってる場合もありますけど、うん、直で来る場合もあります。だから、反射チェックが一番怖いというか。吉本やったら全部やってくれますけど、大変やな。そう、直で来る場合は、その反射チェックが怖いなっていう。そのチェックして反射やった時はあるん？いや、もう。何ちゃ話や。フレーズ。いやいや、チェックしてもわからないじゃないですか。まあ、向こうが言ったら。結局なんか、もうネットで調べるしかないじゃないですか、こっちは。で、もうネットに、そんなね、反射とか反射じゃないとか書いてないじゃないですか。だから、ネットの感じで怪しそうだなとか思うと、一応やめときますみたいな。とかはありますけど、あとはもう念書書いてもらうだけなんで。チェックね、その、ひらがたはあるんですよ。反射じゃないですよの、反抗してもらうひらがたはあるんで、もうそれに、押してもらうっていう。もうでもこれが証明ですよねって、反射じゃないって、うちは言われましたからねっていう。そう。そういうのはあります。はい。いいよね。いや、いろいろあります。大変やんか。連携仕事も、はい、最近。交渉もしながらネタも作るわけですよ。ネタも作って、大変です。僕はこいつはゴルフで。僕はゴルフに行きました。週3ぐらいで行きます。いやいや、僕はゴルフで。いや、ネタ作ってる場合じゃないですもん。接待みたいな、そこで仕事別に取ってくるわけじゃないからな、お前は。優先でしょ？ゴルフ優先でしょ？いや、もうゴルフ優先っすよ、本当に。まあもう、8時間空いたらもう、毎日行くっていうあれはあるんで。あ、もうそれは芸人ばっかりで。あ、まあでも、そういう社長さんとか、そういう方もいらっしゃいますけど、ね。この間も急にね、はい、2日前ぐらいに、ラビット。うんが、僕だけ入ったんですけど、ラビット側から、ブクロさんも、もしよかったら、出て、欲しいですって、その日から、こいつ、北海道にゴルフ旅行行く日やって、ブクロ、このラビット言ってくれてるけど、ええわーって。そんな言い方じゃないですよ。全然。まあ、こいつもね、ゴルフ旅行って言うんですけど。いや、ゴルフ旅行や。3泊4日のゴルフ旅行の、初日の朝10時まで仕事したらいいっすよ。ラビットね。ラビット。朝10時で終わんねんから、そっから北海道行っても、まだ3泊4日楽しめるじゃん。いやいや、その日もラウンドできひんからね、そうなると。いやいやいや、10時でさ、出てさ、12時ぐらいに着いたらできるやん。別にナイターもあんねんから、今。その日はもう朝の5時に飛行機乗って、羽田着いて、うん、で向こう着いてちょっとご飯食べて昼からラウンドするっていうもん。知らんがな。
いや、知らんがなじゃないんですよ。この感じが認知されてきてんのか何なのか、ラビットにそれ事実言ったら、ラビットが、さすがブクロさんですねって喜んでんすよ、ちょっと。なんやこれと思って。もう予定はね、変えないよね、こっちも。ぶち切れやで、吉本やったら、そんな言うたら。いや、そうですよ。ラビットが悪いよね。いやいやいや、そんな。後出しですからね。ラビット仕事くれても、朝に交通仕事くれるのないっすよ。よう、これも昼に呼んでくれましたな、生放送で。ブクロ。今日はね、微妙だったんですよ。朝一で行けたんですけども、うんうん、ちょっとそうなると、この生放送に閉じるのはさすがに無理やかなと思って、あと30分入り時間が遅かった行けたんですけど、ごめん。ちょっとね、夜中3時に出るもんな、お前な。夜中3時出て、4時半からとか、そうだったんですよ。4時半からやってんの、はい、朝10時。で、もう9時ぐらい帰ってきて、そっから仕事するとかあるんですけど、もうちょっと日がね、明るくなるのか、遅くなってきて。なんなん、そのゴルフに対する熱意っていうか。なんなん、だからもう、いや、ちょっと、なんでしょうね、なんかそのスコアを縮めていくのが楽しいとかなってくると、もうなんかお笑いのことが見えへんなってきて、よっぽど卵を捨てる方が楽しいなってなってきますね。はい。どうしたもんな。で、お笑いのことを見てた時期あんのか、お前。まあ、まだ数年前はね。多少はね。そう、はい。大西ライオンさんがね、なかなか勝てないんですよ。うまいんですよ。最近この話と、俺のモルック、どっちが、じゃあ、頭おかしいですかって話ですよ。うん、モルックかな。なんでやねん。モルックです。なんでやねん。朝4時から行ってる。フランス行って勝った負けたで泣いてるんですよ。マネージャーがないっすよ。マネージャーないっすよ。いや、ゴルフの方がなんとなく。なんでなんすか。いや、ほんまに、すごいっすよ。マジで。いや、すごいよね。ほんまに、ね。いや、僕らはもうスターの気質ですから、やっぱり。スターやね。スターとしてるもん。いや、だから同時にとこがいいんでしょ。まあ、そうなんすかね。ほんまに。うん、コンビとしてのバランスはね、抜群やと思うけど、うんね、もういろいろありすぎてね、もうなんかその、うん、怒られるのも通り越してきたんで、はい、だからもうこいつのこともしゃあないわみたいな。強いな、こんな心欲しいな、はい、強いな。2回スキャンダル当たりきますよ。2回で。入れるかな。もう座ってるもんな、目が。去年も、だから、あの、スキャンダルあったんすよ。で、それ静岡で収録終わりぐらいにネットニュースバンって出たんすよ。デカめのスキャンダルが。で、東京帰る新幹線で、こいつ自分のニュースのヤフコメ見ながら弁当食ってたんすよ。メンタルいかれてんなと思って。いかれてるな。だって、どのヤフコメが、その、いい文字書いてると思います。全部バリ雑言やのに、バリ雑言見ながら、あの、弁当食ってたんすよ。え、美味しいのそれでも。美味しいですよ。ちょっと塩味足されて。いや、あのね、あの、その日の弁当が白米やったんですよ。ふりかけがなかったから、ちょうどコメントが。やる米をふりかけって言うなよ。僕はもう、こんな感じで。いや、やばいよ。ああ、すごいな。さあ、引き続きね、さらば青春の機会でございます。はい。はい。ゴルフが楽しくてしょうがないという話で。いやー、はい。ね。はい。はい。あの、メール来てますんで、あ、ご紹介していいですか。はい。この方と、港区のカズピーさん。なぜ事務所を五反田にしたんですか。ちなみに、あのマンションに友達が住んでます。マジですか。マンション一室ですか。はい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 。五反田です。五反田は、僕が五反田が好きで、松本さんの影響というか、よくテレビ見てて五反田五反田って言ってて、で、いつか東京行った時は五反田に住もうってなって、もともと住んでたところから始まって、で、今もう事務所も家も五反田、マネージャーの家も五反田。あ、何がそうなの。僕は違います。僕はそりゃそうですよ。いや、そんなにもないですよ、そんな。いや、みんな仲良すんだええやん、近所で。いやいやいや、やっぱそこはちょっと話さんと、いつ森田と会うか分からへんの怖いじゃないですか。だからあんま何もしにくいっていうところがあるんで。コンビやしね。はい。僕は池尻の方に。いや、池尻。池尻なんで。はい。こいつだって事務所に来るのなんか月1回ぐらいですからね。あら。事務所に全然来ないですから。あ、ほんまに知らんねや、ほんだら、その、内情は。内情は。はい。わかんないですね。多分、久々に来たら、あ、猫でかなってんな、ぐらいの感じやと思います。成長しそうなね、やっぱな。いや、可愛いですよ、猫は。はい。たまにめでるぐらいが。二人で独立して、よし、二人で浮かんと思ってたけど、全然違うんだよ。全然違います。あ、違うんだ。
こいつは全然遠目に住んで、みたいな。いいなぁ、なんか、そういう風に行きたいわ、俺も。いいよなぁ。俺が憧れますもん、こいつに。俺も憧れる。ありがとうございます。働かずして金入ってくるんですよ、だって。いや、すごい、いや、いい感じよ、ほんまに。いや、まあまあ、羨ましいですけどね。じゃあ、行きたくなかったらね、その言うてた、その、僕らさんまさんのコントありますけど、打ち上げでも別に行きたなかったら、ああ、打ち上げは基本的に行かない。こいつが打ち上げ行ってんの見たことない。見たことない。そこはわかるわ。はい。マジで。いや、だってね、無駄でしょ。本当に。何してんねやろと思う時あるじゃないですか。今年、今年、この間、ついこの間、単独ライブのツアーの全部が、この間、東京で終わったんですよ。打ち上げ来なかったっすからね。自分らがやってるね、単独ライブ。自分らの単独ライブの。自分らのでも行かへん。いや、極力行かずに済むならばっていう感じですね。で、次の日ゴルフで朝早いから。また、どうしてもね。で、毎年森東の忘年会はやるんすよ。忘年会は来てくれるんすけど、だいたい2時間ぐらいで行くわって帰っていきますんで。終わりが見えないのは怖いじゃないですか。そのね、飲み会って朝まで行ったりするでしょ。でもゴルフ18ホールで終わるじゃないですか。だからいいんですよ。全部ゴルフに落とし込めんの。全部は無理やぞ、決まってるんで。そうやな。その中で一生懸命やれば。理解しようとするんですね。飲み会もね、進行代表があったらないんですよ。打ち上げは同じ考え方。ああ、そうなんですね。何を打ち上げることはない。そんなに頑張ってへんやろと思って。頑張ったよ。まあね、だんだんね、お疲れ様っていうことで。そうですよ。はい。そう。あなた方のためにやってるんじゃない。みんな、スタッフのためにやってるの。打ち上げって。皆さん今日はもううちのお金で全部飲んでください。飲み食いしてくださいっていうことでやってるんで。はい。そうか。そこは。そうですよ。あなた方のために別にやってるわけじゃないんでね。打ち上げっていうのは。まあね、そらそのみんなのためにね、やってんねんからね。でも一人ぐらいおってもおらんでも。別にね。そうそう、それは別にいいけども、でも、ねぎらう気持ちがスタッフさんをまた来年もやらしてもらおうとかね、思うわけだからね、あいつ来てんやんけで一盛り上がりしてるわけやから。いやいや、こっちは協力的ですよ。なんや、そのために行かへんみたいにやめろ、お前。その大義名分。に仕事したのか。それいじるやろ、それは絶対こんかったら。いや、森田、これは勝てんの。勝てないわけないですよ。勝てんやん。こっちが勝ってるふりしてるだけで。いやいや、これリスナーに聞いてる。全然俺勝ってるから。いや、でも俺、一盛り上がりあるやん。いや、一盛り上がりあるやん。そら、それぐらいはさせろや。そら、当事者系。ないかもしれないからね。そら、当事者系、それぐらいはさせろや、一盛り上がりは。もう一つ、はい、いいですか。横浜市島根湖聖火さん。以前から賞レース卒業宣言されてますが、はい、もし、中川家からユニットでキングオブコントに出ないかと誘われたら出て。それは出していただきますね、そら。でも、でも2分3分でしょ今5分ですか、キングオブコントは。はい、M1 が4分。あ、4分 ?M14 分。そっか。でも、両方出てるからね。M1 の。あ、そうですね。そうですね。ああ、M1 も出てるんですよ。本当に。キングオブコントはもう出ない。もう、今のところはね。まあ、今のところは、出ないですね。一応。出ないか。だって何回出てんの今までも。6回。あ、6回出てんのキングオブコント。そうですね。6回決勝行ってんの。はい。6回って優勝できへんやつ。もう無理でしょ。そんなの出てもしゃあないよな。いやいやいや、もう無理ですって。笑い飯さん、ようやったな、思います、ほんま。何としよう、僕の。出てもしゃあないっすな。一組だけです。何千組出て、ね、1000万もらえるの。そらそやけど、出れるうちは出ときたいやん。いや、これ、せめるのもかっこいいっすよ。俺はなんか最悪言ってもいいかなっていう。でも、ゴルフ18番ホールと一緒で、1000万っていうゴールはあるで。そう、ゴールはありますけど果てしなすぎますし、なったらプロのツアー出る方に頑張った方が1000万取れるんじゃないかと思いますよね。ゴルフのツアーこのままね。果てしないよ、それ。毎週1000万だからやってますからね、俺は。お前があの緑ジャケット着てんの見たいわ、俺。構成的にはそっちの方があるからな。6回出たらもうしんどいな。しんどいわね。まあでもね、もうすごいもんね、でも。いやいや、皆さんほんと頑張って。僕らもちょっともうネタがちょっと縮めるのが難しくなったっていうのが、結構長いネタが多くなったんで、むずいなって。そうやな、難しいな。長くやる方がやっぱ楽しい。楽しいですね。なんか振りももう全部ね、長めに使えるからっていうのはありますよね。そのキングオブコントは出たことないですもんね。ない。ない。でも出ようと思うことないですか？あんだけコントやってて。やってんねんけど、そのやっぱり時間が合わへんもんね、僕らのコント。
コントも。あ、だからもう長いから。うん、振りも、振りも、振りも長いし、ね。想定にない長さをしてるから。そう。いやいや、最初からカチッと決めれば、別にできるじゃないですか。はい、あなた方、勝手にダラダラね、長くしてるからそうなる。例えばファミレスやったら、ファミレス、うんうん、ファミレスに行く前からやらない。嘘にな、嘘になる。嘘になる。嘘が出てへんから。食べ過ぎて何食べようかなぐらいから始まらないと、ダメなんですね。そこが無理やねん。いや、いや見てみたいっすけどね、その、キングオブコントの。いや、短いの無理やわ。3、4割しか作ってへんやろと、森脇健児さんにね、うん、バレてもうて。ネタやってへんと言われてますよ。お前ら3、4。いやまあ賞レースね、いつかなんかちょっとあいけるかなっていうネタができたらちょっと出ようか、ね、本当は去年出ようとは思ってたんですけど、うんうんうん、でちょうどその時期にスキャンダル起こしたんで、あら、まあ、それはもうやっぱやめとこうかみたいな、はいはい、お客さんの前に出れる状態じゃなかったちょうどよかったわ、かまず言えるな、ちょうどよかった、もうちょいひどろもどろで言え出れる状態ではない堂々と言うな、いいなこいつもう一ついいですか、はい、文宣デーさん、ゲストのさらばさんに質問です、はい、今までお二人は長い時間を共にされてきたと思いますが、うん、お互いに尊敬する点は何ですか、うん、こういうのがないとちょっとおられへんでしょ、うん、まあ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 、ね、正反対の二人ですからほんまに俺多分ね、はい、一緒に行って、はい、途中で帰っても怒らへんで、もう多分もうそこまでもう、何か理解してます、うん、袋のこと理解した、あ全然来ない、もう帰りますわもうそれで許してもらえる感じですか、うん、全然、うん、ちょっと待って、うん、その前に2人待ち合わせて一気に両方来よらへん、来なくても怒らないって、来なくても今日やめときますわって言っても怒らないってことですね、うん、ここ今何分か経ってなんとなくなんか、はい、うん、分かってくれました、魅力があっと、そう、出るとだからもし次回呼んでもらったら僕開始10分ぐらい入りますからそれでも怒らないですね、怒らないですね、いますけどこれは強く面白く帰ってよもちろんね、はいはい、ぬめっと帰ってもうぬめっと帰るのもおもろいんじゃないですか急に立って、うん、あれ どこ行くんやろそうそうそういやだから、運はあると思うんですよ、うん、こいつは。なんかだってここめちゃくちゃな、だから僕らの会社とか、まあ言ったらさらば青春の怒りがやれてるのって、うん、こいつの運なんちゃうかなって、ちょっと思うというか、うん、俺本当運のなかった人生で、多分自分の、人生の中での運って多分そんなないと思うんですよ。うん、でこいつの運で、なんとかやってんじゃないかなっていう。うん、すごい。だから周りがそうやって理解する運があるんです、こいつだって。はいはい。だって僕らもそうじゃないですか。うん、こんなね、やつでもなんとかしてね、社会復帰させてあげたいとか、うん、ちょっと思わせる運というか、魅力というか周りがちゃんと、うん、なんて周りにちゃんとした人が魅力でええやん集まったね、何を今それ飲み込めずにレイさんのことも魅力が落ちが避けてもいやお互い尊敬できるとこやから別にそれは魅力でもいい、まあまあ魅力、うん、まあまあ運はあるよなっていう、袋は、うん、森田に対して、うん、それ聞きたいよ、そうですね、いや改めて言うと改めてめんどくさいかもしれない、はいはいはい、うん、はい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 めんどくさいめんどくさいの、まあなんか前歯とか可愛らしいなと思います。うわ見た目、はい、やば見た目やば薄い、はい、長年いますと思いますけど、薄い、はい、薄い怪盗見た目やだな、いや俺彼女でも言わんそんな前歯可愛い、面倒くさそうに答えるな、ね、コンビ組み出した頃ちょっと思い出してくれこれボルフのタコできてるやん出てきますよそら、すごい万年だこれ当たり前じゃないですか、明日もねゴルフロケが昼からあるんですけど、その前に1ラウンドしてから行くんですよ、どんだけ好きなの、何やねんマジで、いやまあでもこんな感じでずっとやってますもんね、まあいいんじゃないですか、バランスね、ほんまにね、さあそろそろお時間でございますね、なんかあの告知はい、そうですね、まあ、YouTube たくさんやってますので、誰が告知、そちらよろしくお願いします俺やの言うとしたら、はい、お願いします、ね、何も再生回数が大事、 YouTube もお前お願いします
来てから企画聞かされてやってるだけやのにお前何やねんお前 YouTube 偉そうに5本ぐらい2人やずっと喋ってるやん告知の時間ですやめないです喋んの、はい、ずっとなんかブツブツ言ってるはい俺も YouTube 見てるけど、はい、ずっと受け身やん、はい、何も知らされていきますから告知をするという、はいはい、あの YouTube6 チャンネル今やってますんで、はい、どれか見ていただけたらなかにはい思います、はい、そのゲストさらば青春の光でしたありがとうございましたありがとうございましたThank you.